天才、いわゆる世間一般でいう天才って、いると思います？だって結局みんな死ぬほど努力してるじゃないですか。うん、マイケル・ジャクソンでもイチローさんでも。もうなんかその反復練習と、あとはそれを、やっぱりある程度どんなものでもやっていくと、頭打ちというか詰まってくるじゃないですか、うん、それを次どう超えるかを別のラインを考えていくっていうことを繰り返してる人たちだと思うんですよね。確かに。だからなんかその天からもらった才能みたいなのはいないんじゃないかなと思うんですよね。確かに。まあ、あの学者とか、うん、そういうとこではちょっとあるかもしれない。でもそれもなんか結局考え方の視点を変えるっていう、戦ってない人いないってことですよね。なんかレパートリーの多さというか、結局努力してると思う。